はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、伊藤ちゃんです。今回はですね、何をやっていくかと言いますと、この画面に出てるじゃないですか。今なんか変な輪っかが、これ僕が見てるところが、出るんですよ。この僕、まあでも若干のズレはあって、若干右下にズレてんのかな。でも大体当たってて、僕が画面を見てるところに、この丸いところに行くんですよ。昔去年の4月くらいかな、シェンさんという人からこれもらったんだってやったんですけど、なかなかできなくて、ようやく最近こうできるようになったんでやろうかなと。でもアバではね、あんまりできないので、アバに対応してないのかな。なので今回はもう結構ね、変わった設定でやっております。全体ウィンドウにして、で解像度これでキャプチャーをモニターにしてるんですよ。もうなので、これダイレクテックスでの録画などは、録画などではちょっとできないです、アバでは。なのでね、結構めんどくさいやり方で、いつもとはちょっと環境が違うんですけど、この状態でとりあえずやっていきたいなと。で、僕がね、この殲滅とか、まあ、爆破とかで、まあ、大体どういうところを見ながらやってるのかっていうのをご紹介していきたいなと思います。さあ、ここでやっていきたいと思います。まあ、結構ね、多分出なくなったりする時があるんで、それは認識不足だったりします、これの。今とかね。なるべく僕もね、姿勢を正してね、こう、認識されるようにやっていきたいなと思います。あと待って、出ないぞ。OK、出た。え、待って、ちょっとずれてる。あ、OK。これで。あれ、出ない。ちょっと待って、出ない。よし。あ、OK。これこんな感じ？この姿勢で、この位置だったら、だいたいいい感じに映る。で、あ、やばい、これ消えちゃった。消えちゃったらね、ちょっとなんとか復活させたい。よし。え、いない？いやー、あ、これだったらずっと出てる。OK、この姿勢で、この画面の見方でずっと行こう。これだと今ずっと出てる。ちょっと難しいけど。いや、待って、何今の、あって。この Windows 10特有のさ、謎のやつ出るよね。よしよし、この姿勢でずっと行くよ、俺。ちょっと、いや、よし。だって、ワンオンワンになっちゃってるよ、これ。ちょっと、誰か入ってこないの、これ。よしよしよし。やばい。ちょっと頑張りたい。よし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 。めっちゃボコられてるけど、大丈夫かな、俺。これね、普段とはね、もう、解像度も、全然何もかもが違うから、やりづらいのはしょうがないんだけど。それでもね、精一杯頑張りたい。よしよし、頑張ろう。あ、次、AK 使おうかな。もうね、どっから撃たれるか全然わかんないんだよね。しかもめちゃくちゃ重いんだよね、これ。なんか多分リフレッシュレートかな、144のはずなんだけど、全然、なんかね、あ、やばい、消えちゃった。姿勢が悪くなった。全然違うんだよね。よし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 。ここ、あ、待って、消えた。いや、重いな。よしよしよし。あ、また消えちゃったじゃん、ほら。今、せっかくさ、倒した時にさ。よし。いや、でも意外と頑張れるよ。この、俺、超今姿勢正しいと思う。かつてない姿勢の正しさ。かつてない、俺のこの姿勢の正しさだ。よし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 。いいよ。いい感じ。謎のワンオンワンになってるけど、これ。よしよし。さあ、行くぞ。これ絶対上からでしょ。この毎回同じパターン。違うの？いやー、むずい。これみんな、あれでしょ？これ、俺のことを弱えなと思ってんだろ、みんな、今。今、まさにそうなんだよ。マジで今多分誰とやっても勝てない気がする。マジで、この状態でやってたらマジ誰とやっても勝てない気がする。あ、でも頑張れそう。頑張りたい。少しでも頑張りたい。あー、マジ、無理。ほんとか、この距離でね、ディアマコがプロトに負けるってマジでありえないからね。普通負けないから。いやー、また消えそうになってるし。わかんない。どっから撃たれてくか。もうね、わかんない、そういうの。いや、もういつかね、おー、やった、これマグレだ。いつかね、ダイレクト X でちゃんと撮影して、もう普通にいつも通りのプレイの時用のものを見せたい。お、なんか当たってるよ。やったぜ。マジ、その時にね、またやりたいな。さすがにまだアバはダメなの。対応してないゲームはね、やっぱこうでもしないと、ちょっとね、見せれないですね。まだ。よし、いい感じ。お、今ちょっと右見た時に右反応。あ、や、待って、消えた。よし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 。いい感じ。
よいよ。でも重いんだよな、これ。いやでもね、フレームレート20とか30でよくやってるよ。60とかがでやってるよっていう話を聞くけど、こういう世界でやってんだろうなって思う。聞くと。もうほんとね、あの子頭一個でしっこないね。もうね、俺と同じ土俵で立つということはしないの？ちょっと、いや、やめて。まあ俺が勝手にやってるだけなんだよ。ちょ、俺は避ける、避ける。めっちゃ避けてんだけどな。めっちゃ避け、あ、ちょ、待って、ほんとにこれ少しでも姿勢崩すとこれになるわ。あと1分我慢すればいいのね。あと1分、俺はあと1分我慢すればいいんだ。で、あの1、あと1分の間で。なんだ、よし、勝った。次こっち。勝ったらここに行く。勝ったらここに行くか。ちょっと待って、消えてる。あ、これ頭1個だ、ほら。これ、ね、よし。もうね、もうね、めっちゃ頑張って、ほら。当てていいよ、ほら。当てた。ハンドガンじゃ無理なんですよ。いや、また。いや、当たんねえんだよな、これマジで。いや、待って、消えた。よし。よーし、勝ったー。3発しかねえや。よーし、あと1キル取りたいね。あと1キル取れば優勝。取った方が100ポイントでしょ、これ。あと1キル取った方が100ポイント。いやー、マジで全然入んねえじゃん。もう負けたわ、俺の。というわけで、まあ、こんな感じなんですよ。こんな感じです。実際は。あ、俺の、俺の勝ちだ。100ポイントだ、俺。はい、そんなわけでですね、まあ、ボコボコにされてしまったんですけど、まあね、いろいろ、言い訳はしたいところですが、まあ、負けということは変わりないので、まあ、それほどに、それ、そういうことにしておきましょう。まあね、この目のね、動きを、こう、感知してくれて、こうやって、自分の見てる方向を画面上に出してくれるんですけど、まだね、本来であれば、この、アイトラッカーっていうんですけど、アイトラッカーの方で録画とかが可能なんですよ。そのゲーム内で、こう、他の録画ソフトと合わせて一緒に録画することが可能なので、本来であれば通常通りの録画の仕方で問題なくできるんですけど、アバには対応がしていないので、こういう形でそのウィンドウモードでもともとディスプレイに出すことができるんですよ。ここの位置にこういう風に出てますよっていう確認のやつでディスプレイモードで出せて、それを全体ウィンドウにしてアバを、で、その上から、こう、モニター全部を、画面をキャプチャーしてるんで、なかなかね、めんどくさいやり方で撮ってるわけなんですね、こういう風に。本来は違うからね。本来は僕、これこっちだからね、フルスクリーンだからね。なのでね、まあね、仕方ないところは仕方ないかなと思います。まあね、別なゲームで見せれるようであれば見せたいなと思いますので、またその時、期待していってください。お疲れ様です。